日本と世界の今がわかる朝のニュース番組、飯田浩司の OK 浩司アップ。今朝のコメンテーターは評論家宮崎哲也さんです。引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いします。しかし高市さん、正しいことをおっしゃいますね。さっき今のね、金利を今上げるのはアホやと思うっていうのは、アホやと、本当正しいとしか言いようがないけどね。まあ、あの前回も紹介したように、はい、あの東大の渡辺つとむ先生も、はい、あの経済学的無知に基づく政策だと、小的な無知に基づく政策だと、辛辣ですよね。そう、日銀の DNA とおっしゃったという話ですね。利上げはと、そうそう。まあ、高橋さんは続けて個人消費、企業の設備投資に悪影響だという認識を示したということ。だからまあ輸出企業がこれで、はい、打撃を受けるから、為替がね、こう日本のさ成長の部分というのがの最先端というの部分がさ、完全にこれで鈍ってしまうわけですよね。それはもう大問題であって、はい、まあ、もちろんさ、それでこう、あのミクロ的に言うと再分配がうまくいっていないということを配慮しなきゃいけないんだけれど、はい、ね、え、儲かってる企業と、まあ、家計はどちらかというと貸し物所得が下がってるというところを手当てしなきゃいけない。でもそれは利上げで手当てするもんじゃないということですね。その通り。だってさ、アメリカ見てくださいよ、はい、トランプさんがね、今回あの利下げしたじゃない。はい。FRB は利下げを。利下げしたじゃないんだ、はい。あれはさ、人気取りだと言ってるんだよ。つまり、共和党も民主党も、はい、利下げすれば景気が良くなるということは分かってるんだよ。今やるなよっていうのがトランプさんの本音の部分と。まあね、後ほど大統領選についても取り上げてまいります。はい、そして、自民党の、ね、総裁選も取り上げますけれども、まずは昨日行われたこちらです。立憲民主党の新たな代表に野田氏を選出。立憲民主党の代表選挙は1回目の投票で4人の候補者がいずれも過半数のポイントを獲得できず、上位2人による決選投票が行われた結果、野田佳彦元内閣総理大臣が枝野幸男前代表を抑えて新たな代表に選出されました。野田枝の両氏に加えて、まあ、泉健太前代表、そして吉田晴美衆院議員という4人が争ったものでありました。私は立憲民主党の新しい顔をだとするならば、はい、と選出するのだったら吉田晴美さん以外なかったと思ってます。おー、ここで、結果として、はい、野田佳彦氏が、はい、代表になられたということは、誠に民主党の DNA というのは、はい、日本経済破綻に招く、導くための、DNA だと。日銀の DNA と同じ。日銀の DNA と同じ。と、まあね、はっきりとは申しませんけれど、はい、あえてオブラートに包んで言うけど、緊縮、はい、リベラルという日本にしか存在しない。おー、稀有な。稀有な存在。ね。なるほど。これはですね、私はどこかでも、息の根を止めないとダメだと思ってんだよね、民主党は。緊縮とリベラル。そう、それが、っていうさ、もう、奇形的存在ですよ、これは。普通は。世界の常識、リベラルの常識から言って。まあ、世界中の、まあ、リベラルと称されるような、まあ、社会民主的な政党の場合は、緊縮にはいかない。雇用を維持するために、雇用を良くするために、はい、しかもさ、はい、まあね、野田氏とさ、枝野氏はさ、自分たちが政権を取っていた時の円高状況というのを誇ってるんだよね。おー。75円、90円とか75円とか。まあ1ドル100円を切っているようなね。そう。まあ超円高というふうにあの時も言われました。それが誇りだとかっていうふうに思っていらっしゃる。ああ。確かに、まあ、あの、円高になったんで、ドル建ての GDP は増えた。そう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 。そんなの、もう形式だけだから。まあ、ドルで生活してる人は日本国内にはほとんどいないですからね。そう。で、輸出産業はボロボロになって、はい、円高だから、相対的にこう、賃金が、国内賃金上がってしまうんで、外国に、どんどん、ドル建ての賃金が高いから。雇用が、外国に行ってて、外国で、に工場を作ったりさ、そうやってさ、はい、民主党政権のさ、経済的不振というのはさ、出来上がったのではなかったのかということに対する反省がまるでない。
まあ、今回のね、この立憲民主党の代表選の討論の中でも、まあ、消費税をどうするかとか、ありましたけど、枝野の野田良氏は減税はしないと。まあ、給付金で対応するというようなね。謎対応でしょ、それ。これは謎対応。でしょ？まあ、給付にしろ、減税にしろ。あ、だからそれ分かるわけ。なんでかっていうと、はいはい、民主党政権の時に、前も言ったけれど、国債発行公額よりも、一般会計税収の方が下回ってる。これ、コロナ期の特殊な時期を除いて、ここだけですから。民主党期だけですから。つまり、税収がそれだけ下がったっていうことは、はい、あれも、この、国債発行額も大したことないんですよ、水準として。それならそれを下回ったわけ。税収が。税収が下がるということは、景気が悪いっていうことですから。まあ、そうですよね。法人税だとか、所得税だとか取れない。こんなことはさ、その前後にはなかったんだよ。で、そこまで税収も下がって景気が悪い時に、景気の影響を受けない税目って何だと。で、雇用も最悪でしょ？失業率 5% 台でした。そうそうそう。で、景気の影響を受けづらい税制ということで消費税だと。そう。消費はみんなそうだろう。消費税だと言った人は誰だったでしょうね。という。どなたでしたかね。まあ、あの時ね、三党合意というやつに持ち込んだわけであります。まあね、合意しちゃったのは、安倍さんだったんだから、で、だから、私は安倍政権一貫して消費増税をすると、消費税の税率を上げるというのはこれは失策であると、はい、ずーっと述べてきましたけどね。まあ、当時ね、谷垣前総裁と、まあ、山口公明党代表と、まあ、野田さんとでやったもの、まあ、約束は守んなきゃって言ってね、上げたけれども上げたらやっぱり景気は良くなくなったっていう。そうそうそう。まるで反省ないでしょ。まあ、この政党は。そうするとね、それこそ経済論戦がどうなっていく。だからリベラルにおいてさ、とにかく緊縮リベラルという謎存在については、はい、私は生き物を止めなきゃいけないと思ってるんですよね。これが議論のねじろ。そのためにはどうすればいいかというと、はい、私は自民党総裁選につながっていくと。なるほど。支持またいで総裁選です。日本放送飯田浩司の OK 浩司アップ、改めましておはようございます。日本放送飯田浩司です。おはようございます。日本放送新井一華です。今朝のコメンテーターは評論家宮崎哲也さんです。引き続きよろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。さあ、七時またぎ前半戦では立憲民主党の代表選挙について、まあ、野田佳彦さんが選出されたということでありましたけれども、その緊縮リベラルという、まあ、経済政策にね、光を当てて、その問題点をお話しいただきました、うん、さあ、そしてただ一方でこの野田さん非常に弁が立つという方でもいらっしゃいます、うん、それは間違いない。はい、それは間違いない、演説のうまさ、官僚文書を、はい、感動的に演説にできるということで有名な人ですから。なるほど。ちなみに財務省は喜んでると思うね。ああ、仮に政権交代しても、はい、財務省は盤石だと。まあ、財務副大臣から財務大臣、そして総理にというふうにね、上り詰めた方でもいらっしゃいました。そうですね。困ったもんだ。で、そこでですね、今度はじゃあ自民党の総裁選にいい話が移っていくわけでありますけれども、これね、今のところその、まあ、議員の支持は小泉氏リードか、みたいなことは言ってますけども、三強の決選投票どうなるというのね。これはね、石破、高市、率直に言ってね、はい、この三氏、わからない。わ、うん、かんない。うん。ああ。ただし、うんうん、小泉氏と、はい、石破さんじゃなくて高市さん、さん、はい、小泉氏と高市さんがちょっとリードしてるような感じを私は持ちます。主に、はい、党員党友票では高市氏が、まあ、もちろん圧倒的に党員党友票で強いのは石破さんですよ。そうですよね。でもじわじわとね、はい、高市さんのが票を伸ばしてきてるんだよね。で、議員票では小泉さん。はい、だからこれもさ、はい、議員票ってのは特に決選投票になると、あれだか、バンドワゴン、あ、勝ち馬にみんなで乗るか、乗るから、うん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 、予断を許さない感じ。これ週末
に日テレの党員党友調査が出まして、うん、まあ、石破さんが 31% だったかな、うん、トップだったんですが、高市さんが2番手についてでしょ、で小泉さんが3番手なんですけど、うん、ここの差が2倍ぐらいついてるという、ね、でしょ、ここへ来て高市さんがーっと伸びてきてると。ところが石破さんはやっぱり党員党友票が全然ダメなんで。あ、議員票の方ですか。あ、ごめんなさい。議員票の方がダメなんで。石破さんやっぱり議員票はね、厳しいっていうのは前々から言われますもんね。そうなると、はい。私はまあ別に僅差ですよ、僅差。石破さんにももちろんまだ可能性ありますけれど、やっぱ小泉、はい、高市になってきたかなって気がします、ね、なるほど。で、民主党、立憲民主党の野田氏選出を見ると、はい、これは高市さん有利なんじゃないかなっていう気もしますね。まあ、ある意味、こう、対峙する相手が決まったとなると。さっきのさ、うん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 、利上げを今やるのはアホやと思うっていう発言なんか見ての通り、はい、どこかのさ、円高だった時代のさ、自分たちのさ、円高容認姿勢をさ、肯定するようなさ、人たちとは違ってさ、愚かな人たちとか。まあ、そういう意味では、非常に鮮明に対立軸がなっていくのは高井さんだしと。そう。まあ、この番組でもマクロ政策に関して高市さんが一番いいんだよねっていう話はしましたけど、ちょっと、小泉さんも、円安はチャンスだとは言ったんだけれど、そうですね、そういった発言もありました。なんで、そこは私は期待はしてるんですけれど、その先がね、ちょっとね、ミネラルウォーターとかおっしゃるんで。国産のミネラルウォーターの方が、そうそう。海外産よりもいいじゃないか、安いじゃないか。いや、そうかもしれないけどさ、それを例えに出すのかっていう、感じしません、なんか。やっぱりね、わかりやすい具体例を出そうと、それで外すんだよ。例え話っていうのは簡単なようでいて難しい。そう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 。ねえ、ねえ。どう思います新業さん。ミネラルウォーター。国産のミネラルウォーターだと、可処分所とか増えると。飲むと。ちょっと確かにね。ちょっとでしょ、ミネラルウォーター。もうちょっとなんとかしてほしいと。まあ、確かにね、スーパーで水汲んできて一生懸命こう、そうそう担いで帰るみたいにあるけど。さ、高市さんのようにさ、はい、利上げはアホやっていうふうにはっきりと言ってくれる、出さる方がいいと私は思う。その代わり、はい、経済界には輸出産業を中心として賃上げをお願いするし、社会保険料や、はい、税金のような負担を減らすっていうことをもうやるっていうふうにおっしゃった方が私はいいと思うんですけどね、小泉さん。まあそこでね、ある意味政府ができる再分配機能を、そうそうそう、しっかり発揮してもらえる。だからさ、経済主体というのは家計と政府と企業しかないでしょう。はい、で、企業は、まあ、賃上げやってもらうと、引き続き賃上げをやってもらうというと、はい、として、その企業に賃上げをさせるためにもですね、はい、政府は減税とか社会負担の、社会保険料負担のを下げるっていうようなことを一時的にであったとしてもね、はい、やらなきゃいかんと思うんだよね。これでその、まあ、前も言った通り、前回も言った通り、可処分所得はこの3年で確実に減ってますから、GDP が上がって、実質 GDP が上がっていてさ、はい、可処分所得が減るっていう、のは、明らかにこの3つの主体のうちに家計だけが割り送ってるということなんですよ。そこを補わなきゃいけないと。そうそうそう。放っておくとそれは拡大していく。そうそう。私はこれこそが岸田政権が頓挫した原因だというふうに前回も申し上げましたが、今回もまた申し上げておきたいと思いますね。不人気の原因。そう。これ、石破さんなんかは、まあ、法人税を上げるだとか、あるいはこうね、金融所得課税の部分を指摘をして、まあ、そこら辺から再分配をしようというようなことも申し上げてますけど、これはどうですか？金融所得課税や、雇用のね、流動化っていうのは、いずれやらなきゃいけない政策ですけど、はい、まだ消費デフレが、から脱却しきっていない状況でやるという、増税をするというのは、私は良くないと思ってる。特にこう、投資もっと増やさなきゃいけないときに、やるのは、はい、
どうかと思いますね。うーん、だからいずれ私はそこ、はい、あの日本が成長するためには、あの維新が考えているようなフラットタックスとかそういったこともやっていかなきゃいけないとは思うんだけれど、うん、もうちょっと簡素化するとということ、税制を簡素化するっていうの、はい、まだちょっとその時期ではないと。今じゃない。はい、うん。おはようニュースネットワーク。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。今朝のコメンテーターは評論家宮崎哲也さんです。取り上げるニュースこちらのニュースです。石川県能登地方の大雨、死者7人に。記録的な大雨となった石川県能登半島北部では昨日、消防や警察、自衛隊が朝からおよそ400人の態勢で河川の氾濫による安否不明者の捜索を続けました。石川県警などによりますと、輪島市で救助された男性1人が亡くなったことが新たに判明。大雨による石川県内の死者は輪島市6人、珠洲市1人の合わせて7人に上り、他に行方不明者が2人となっているということです。さて、日本放送ではボーイスカウトと防災に関する協定を結んでおります。ボーイスカウト石川県連によりますと、石川県全体の水害被害についてはまだ把握できていないということですが、珠洲市のボーイスカウトについては被害の情報はないということであります。それではここでボーイスカウト輪島一団の松野勝樹さんに周辺の被害状況などについて伺ってまいります。はい、松野さん、おはようございます。はい、おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。今、松野さん、輪島市内にいらっしゃいますよね。私のとこ住んでる仮設は大丈夫だったので、仮設住宅にいます。ああ、そうですか。今、はい、お天気いかがですか？今は晴れてます。はい、ああ、そうですか。すいません。窓開けていただきましたね。ありがとうございます。はい、はい。市内全体の被害というのはどういった状況ですか？まあ、ひどいですね。ドロッと流木とかもひどいので、家屋の被害、まあ、浸水して家の中も泥だらけですし、もう田畑も流木と泥で、稲とかはもうダメ、収穫前の、田んぼとかもあるので、道路も土砂崩れとかが、地震の時よりも多いです。ああ、そうですか。地震の時よりも土砂崩れひどいですか。はい、多いですね。多いですか。はい。松尾さんがいらっしゃるのは、その輪島の中心のおあたりだと思うんですけれども、昔の駅前ですね。そうですよね。駅前のところですよね。はい、こう、半島を真ん中貫くような、県道1号は今のところ大丈夫ですか？県道1号は、7号の方にね、抜けていく。はい、向かうところは一時期、そこも流木、木で、倒木で一時通行止めになってたので、それ夜中のうちに、今後通行になりましたけど、はい、なるほど、やっぱり至るところで被害が出ていたと。はい、はい、周りの状況も、ま、流木だとか泥、これ、家の中にまで入ってきてるお宅っていうのも結構多かったですか？多いです。妹のうちと、はい、両親のうちとか、まあ、家の前の道路が腰まで、腰までかなぐらいまで使って、家の中も腰まで使ったので、はい、車も全部、うちは3台水没しました。そうですか。これ、そうなると後片付け、もうそもそもね、広域解体がようやく始まったばかりだっていうところでしたけど、大変ですよね、はい、これ。はい、広域解体もまた、ちょっと予定よりいろんな理由で遅れたの、さらに遅れると思います。はい、たまたま、はい、両親の家が、先週広域解体始まったところだったんですけど、ああ、そうでしたか。全部泥で埋まって、業者さんの、ダンプとかもちょっと水没してたので、そうか、そうすると資機材も足らないっていう状況が考えられますか？はい、まあ資材とか、まあそうですね、結構昨日ダンプは、うん、何だっけ、バッテリーつないで一生懸命動かそうとしてましたけど、結局私見てる間は動いてないのでまだ、うん、
で、まあ、そこの、家の駐車場もまだ 泥でいっぱいになるので、その泥かき出してからですね、はい。泥のかき出しだとか、その流木の取り出し、取り外しっていうのは、やっぱ基本的にはもう手作業でやっていくしかないという感じですか、ご覧になってて。行動とかは、ええ、一部、寄せられたりしてるんですけども、まだ、脇に、うん。あとは個人でやってるとこも多いので、はい。評論家の宮崎でございますが、まあ、正月の地震に続きね、今年2度目の大災厄に見舞われたわけですけれど、これから、まあ、とりあえず、今、こう、手作業などで、対応していくようなことが多いとしても、これから政府に対して、何かどういう支援を求めていかれますか？で、必要だと思いますか？現地としては。そうですね。まあ、片付けからいろいろ、まあ、あと、その、流木、まあ、まあ、まだ、水道とか、電気も通ってないとこもあるので、それは復旧と重要ですね。あと、道路もそうですし、うん、あと、被災して、再開した店舗もあるんですけど、はい、逆に再開した店舗でも、冷蔵庫の上まで使って、電化製品も全部ダメ、中泥で、匂いもすごい。で、ゼロじゃないし、マイナスからのまたスタートになるので、何からというか、すべてですね。そうですよね、すべて。震災の時よりもっとひどいので、そうですね。もうマイナスから、ゼロからマイナスになってしまったので、やっとゼロ近辺まで、まあ十分ではないとしても戻しつつあったにもよくからず、また叩き落とされてしまったっていう、そういう感じですよね。そうですね。頑張ってきた人たちの、はい、まあ市民もそうですし、、行政の人たちもちょっと心がこれ、持つのかな、大丈夫なのかなってすごい心配してます。はい、そうなるとやっぱりこう、長自治体だけではなくて、はい、はい、政府が、うんうんうん、本腰を入れて、はい、長自治体では絶対無理なので、無理ですよね。そうですよね。政府もそうですし、いろんな支援者の方、地震の時もいっぱいお手伝いしていただいたんですけども、はい、また、大勢の方の手が、はい、助けてほしいです、本当に。はい、よくわかりました。はい、ね、なんかこう、もうすぐに自民党の新しい総裁も誕生すると思うんだけど、まずはこれどう対応するかっていうのを、いや、そうですよね、しなければいけないよね。はい。はい。いや、松野さん、本当、大変な中でね、ご自身も、お寿司屋さん再起に向けてね、頑張ってらっしゃる中でこういうことが起こって、はい、本当、精神的に大変だと思いますけれども、ね。はい。うちまだ言う方ですね、はい。ああ。まだ逆に、まだ解体もできてない、再建もできてなかったので、そうか、まあ、米とか使っちゃって、ちょっと20袋だとダメになったんですけど、そうですか、やっぱり、そう、能登の米は、うまいね、せっかく収穫の時期なのに、そういうことですよね、松野さん、この先はご自身もお店再建、まあ、仮設からまた再スタートっていうのを考えていらっしゃいますか。そうですね、今、仮設店舗に、年末から年明けぐらいに入れる予定なんですけど、その間に、解体再建の予定をしているので、はい、なるほど、はい、まあ、本当に実際またどうなるか分かんないですけど、いつ頃になるか、ね、本当、経験に頑張ってなんて言葉かけるのも申し訳ないぐらいなところがありますが、うん、ね、本当ですね、結構頑張ってってことはつらい。もうすでにそうですよね。そうですよね。かけるのもちょっともう、なんかかけにくくなってるので。そうですね。まずは形の見える支援ですよね。まあ、黙って支援するということしか我々には、できることはないと思うね。はい。はい。ありがとうございます。輪島の、ボイスカート輪島一段、そして右寿司を、これから再建しようと頑張ってらっしゃいます。松野克樹さんでした。松野さん、どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。はい、引き続き、いろいろ教えてください。はい、よろしくお願いします。はい、はい、失礼します。失礼します。
輪島のボーイスカウト輪島にした松野克樹さん、周りの状況を伺いました。いやーこれね、本当地方自治体基礎自治体だけじゃ手が回らないんだっていうことを、まあ、目の前でね見てらっしゃる松野さんもおっしゃってましたが、しかしバカみたいなことを申し上げますけど、いやいや、なんでこう 中国の方に、はい、一旦行った台風が戻ってくるかな、ブーメランのように戻るって、ちょっと珍しいですよね。いやなかなかああいうことも珍しいという話がありますが、うん、まあこれね、自民党の総裁選並びに立憲民主党代表選が終わって、ええ、でまあ首班指名のためにこう国会が立つということになりますと、うん、この支援策っていうのも本来であれば議論するべきですかね。本来であれば議論すべきだし、直ちに行うべきですね、うん、議論というよりも。これやっぱりここまでの被害になると補正予算も含めてやるしかない。そうすると補正法が通るのを待たなきゃいけなくなる。なんかさ、予備費かなんかができないのかね。今ね、すでに地震に関しては予備費から1兆円出しているということで、今回また予備費か、まあ、まずは緊急的対応とすればいいのにと私は思いますけどね。以上、能登の大雨についておはようニュースネットワークでした。はい、そしてここでお知らせがあります。はい、私飯田本が出ます。10月6日ソフトバンク新書 SB 新書から分かりやすさを疑えという本がいよいよ出版となります。発売まで2週間を切ったとね、分かりやすさを疑えと先ほどもね宮崎さんの話これアマゾンでさ、はい、うちの本と一緒にこう売れてるんだよ。あ、本当ですか。売れてるというか予約が出てる。いやそうそうそう、なんかおすすめのね、そうありがとうございます。本当に乗っかるものは何でも乗っかるという感じで恐縮でございます。本当に、とんでもないです。一つ、まあね、レッテル貼りだとかフェイクニュースだとか、まあ、日々の情報にどう向き合うべきなのか、つらつら思ったことを書き下ろしました。前回本を出したのがコロナの前だったということで、うん、コロナでですね、またいろいろ極端な話だとか陰謀論だとかいろんなものがこう出てきた、まあ、そのあたりどう、ね、向き合っていくべきなのかということを、円高は国益だとかねおっしゃる通りでございます。そうそう、神宮のね再開発とかの話とかも、盛り込んでおります。ソフトバンク新書から10月6日発売、アマゾンで予約受付中。番組ホームページにもバナーがございますんで、もしよかったらクリックしてみてください。わかりやすさを疑え、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。今朝のコメンテーターは評論家宮崎哲也さんです。引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いします。では続いてニュースプラスワン、取り上げるのはこちらです。トランプ氏が4年後の2028年の大統領選への出馬を否定。アメリカのトランプ前大統領は22日放映の保守系メディアシンクレアのインタビューで、11月の大統領選で敗北した場合、2028年の大統領選に出馬するかどうか問われ、これで終わりになると思うと述べ、否定的な考えを示しました。まあ、勝てば2戦はもうないわけで、はい、ありますが、2回だからね。ね、うん、大統領職2回を超えて選出しちゃいけないと、うん、いうことでありますけれども、まあ、一応これが最後だと。まあ、お年もお年なので、それは妥当だろうと、その判断自体は妥当だろうと思いますが。まあ、逆に言うとね、これは、要するに、退路を断ったというか、はい、そういう、こう、意欲の表れと。とも言えるわけですよね。今回にかけてるんだと。そうそうそう。まあそこの部分でね、じゃあトランプさんこれからどう戦っていくのか、まあ、テレビ討論会は受けないんじゃないかということを言われてますね。だから前回で、うん、はい、ね、まあ、いろいろこう、司会者が偏っているとかっていうふうに、ABC の司会者が偏っているという抗議もされてますけど、はい、まあ、結果として、大体のこう、あれが、理解が、うん、ハリスさんの勝ちだと。はい。ハリス優位だったということなんで、もう二度とやりたくないということなんでしょう。で、まあね、政策の面においても、まあ先ほども少しちらっとお話ありましたけど、FRB の利下げに関してもね、コメントを発してましたけれども、トランプさん。そうそうそう。だから政治的な理由で引き下げられたと。はい。国がうまくいってないから引き下げられたと言ってとおっしゃってて、まあ要するに、こう、今の、こう、バイデン政権とか、はい。ひいてはハリス政権を、こう、景気を
良くすることによって、うん、あれしようと。支持を拡大させよう。支持を拡大させようと意図だというふうにおっしゃってるわけですね。うん、これが直接 FRB だとかをパウエル議長を非難したわけじゃないっていうのはね、取り上げられ方もしてましたけど。ただね、はい、私はね、このところトランプ氏と、うん、ハリス氏の政策なんだけど、どっちもこう中道寄りになってきて、おハリス氏も、はい、左派色リベラル色をこう薄めるような政策になっているし、トランプ氏もこう、うん、必ずしもこうアメリカ第一主義、はい、一辺倒ではないというところに行こうとしてるんで、ちょっと面白いなと思いましたけどね。まあ、ハリスさんは、まあ、党内の左派の支持も欲しいということになると、うん、まあ、大規模な、まあ、ばらまき的な政策も打ち出さざるを得ないのかみたいなね、うん、ところがありますけど。でもほら、とはいえさ、左派が主張しているような、うん、機関企業の国有化とかさ、そういうことはやらない、はい、言わないわけですよ。ああ。確かに大企業にはもっと税金かけるべきだみたいな。そうそうそう。で、うん、シェールオイルについて、理解をし、はい、示し始めたし、環境派の配に対する配慮で、はい、すごく否定的だったんだけれど。そもそもはそうですよね。そう。もうこうなってくると、党内をっていうよりは、不動票を取りに行くために、穏健な政策の方によるって感じ。まあ、だから結局両方とも同じ。要するにこう真ん中の国民がの厚い層のところから支持されるような政策をこうもう終盤、そろそろ終盤になってくると、はい、そういうことになってきたということで、そこはちょっと面白いなと。なんか日本みたいと思ってしまうけどね。まあね、やっぱりこう不動票を取りに行こうとすると自然とそうなっていくっていうのは、そういうことですよね。そこがポピュリズムに行かずに、ね、健全な議論になっていくんだったら望ましいんでしょうけれども。そう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 、だからさ、うん、はい、世論に惑わされず世論をというですね、今度のツイッター、はい、X でも書いてますし、書いてましたね。まあ、このあたりね、世論と世論の違いって、かつて戦前は明確な違いがあったという、うん。そうそうそう。ところが、東洋漢字表、今の常用漢字表もそうですけど、はい、世論というのは、みこしの腰っていう字を書くんですよ。これがね、入ってないんで、世の中の世の方に吸収されてしまって、世論と世論の区別がつかなくない。事実上、戦前の、パブリックオピニオンとしては世論という意味が、はい、意味というか概念が消えてしまったと。これがやっぱり戦後民主主義というもののポピュリズム化っていうものを、の、もしこの概念が生きてたら、生きて一般的に使われてたら、歯止めになったかもしれないんだけれど、歯止めがかからなくなってしまっている。まあ、人気取りの政策ばかりになるっていうのはそういうところ。まあ、今そうだと言ってるんじゃないですよ。ただし、そういう、それはなりかねないということですね。なるほど。お送りしております OK 工事アップ、お相手私日本放送アナウンサー飯田浩司と新葉一華がお送りしています。今朝のコメンテーターは評論家宮崎哲也さんです。引き続きよろしくお願いします。さあ、この時間はここだけニューススクープアップですが、日本放送では SDGs ウィークとして様々な企画をお届けしております。この工事アップでは1週間、このゾーンでですね、来年4月開幕の大阪・関西万博を特集していきます。命輝く未来社会のデザインがテーマの今回の万博イベント全体を通して様々な SDGs の取り組みを行っていくということです。で、今日火曜日はアニメマクロスシリーズやアクエリオンシリーズをはじめとしたアニメーション監督やメカデザイン等を手掛けるビジョンクリエイターで、今回の万博のテーマ事業プロデューサーでもいらっしゃいます川森昌司さんのインタビューをお届けいたします。マクロ知ってる？はい、私はあんまり通ってきてないです。林民名知らない？じゃあいいや。その辺は新業アナウンサー詳しいんで、今回インタビューこの人特撮の人でアニメの人じゃなくて、そうでもね、マクロスも通ってきてるんです。はい、高校の時に受験生の時に偶然マクロスフロンティア再放送されてるのを見てすごく衝撃を受けてっていう、はい、ということでですね、今回のインタビューは新業アナウンサーにも大いに手伝ってもらってそんなことないですけど、はい
川森さん1960年生まれということで、前回万博の時、大阪万博は10歳で、その時も現地に行って、衝撃を受けたそうで、その後の仕事にもね、いろんな影響があったと。まあ同世代だからね、私は。ああそっかそっか、2歳年下私の方が。おまずはそのあたりのお話を聞きいただきます。改めてこう振り返ってみると、その例えばマクロスシリーズであるとか、うん、アクエリオンシリーズで、うん、この時の経験ってここに来てたなみたいなのってありますか？はい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 、あります、あります。その時の多様性、多様性ってことは本当に当然5年生だからあんまりよく分かってないわけですけども、いろんな国の人たちがいるっていう感じは、その最初のマクロス作る時にもマクロス艦のクルーって全部多国籍になってて、はい、でそれってその頃ってあんまり実はなかったたんですよね。まあ、ゼロではないけども、あんまりそれがメインではなかった。はい、あと、それから移民船団の形とかって、特にフロンティアの時の船とかは、もう本当に、ま、アメリカン艦によく似てるし、これ意識したわけじゃないんですけどね。あ、そうなんですね。意識したわけじゃない。だけど、後で見たら よく似てんじゃんみたいな。だからやっぱりこれは半分子供の頃の刷り込みみたいなのもあるし、同じように、その、アクエリオンシリーズの中だと、生命の木って出てくるんですけども、はい、しばらくぶりに改装された太陽の塔の中に、入った時に、あ、生命の木がそうだ中にあったんだっていうね。ここも連鎖してるのはすごい面白かったですよね。そういうところがつながってくる。つながってきますね。太陽の塔の話が出ましたけど、うんうん、まさにその大阪の1970年万博の、うんシグニチャーパビリオンがあれであったと、はいはいはい、だから今回この川森さんが手掛けるシグニチャーパビリオンというのはまさにあの太陽の塔公開版ってこと。本当なんですよ。だからまさかそんなことをやらせていただけるとはぐらいちょっとな恐れ多いですし、すごく光栄だし、はい、やっぱりちょっとあれですね、恩返しもしたいなとも思ったりしますよね。命をめぐる冒険というテーマがあって、コンセプトはここに共に生きる奇跡と、はいはい、これその混沌とするあるいはテクノロジーがどんどん進化する、やっぱこの生命ってものはそのこう対極というかある原点みたいなところに帰っていく仕事になるんですか？はいはい、帰っていく、まあ、一種のレネッサンスに近いかもしれないんですけども、今みたいなテクノロジーがなくても何億年何十年と生命は生き続けてきたわけで、そこにもう一回光を当て直して、その部分と現代の社会の文明とか文化とかをうまくマッチングできる新しい、なんだろうな、土台っていうか新しい共通基盤みたいな、はい、そういうモデルを見つけられないかなと思って命めぐるっていう言葉になってるんですね。もちろんこれは食物連鎖だったり、はい、エネルギーとか物資の循環とか情報循環全部含んでるんですけども、まあこれ本当最近ようやく分かってきたんですけど、はい、命って自分のその作ってきた作品で例えると、はい、もう無限に合体と変形を繰り返してるんですね。たまたま今人間の形をしているけれども、その前は魚という食べ物だったのが自分の一部になったり、その後排泄されたものが別の生き物に変わっていく。はい、そういう合体変形の連鎖だってことに、気づいて、例えば細胞レベルまで分解してしまえば、はい、人間も他の生き物も、それからコンクリートだって岩だって木だって全部原子とか電子とかで同じパーツですよね。いや、川森さんのね、今回のこの展示のホームページを見ると、うんうん、まあ、一部イメージパーツがあったりとか、うんうんうん、で、その中に細胞っていう、うんうん、コンクリートで作った、はい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 、スクエアなものが一つキーになってるっていう書き方されて、うんうんうん、この細胞って一体何だろうなと思って見てたんですけど、うんうん、そういうことつながりなんですね。そうですね。コンクリートのこの細胞のあれっていうのも、うんうん、あれ海の水使ってそうですです。その技術を建築家の方から紹介されて、でやっぱり真水不足に関しては深刻な問題だっていうのは特に日本じゃなくて海外に行くと感じるんで、はい、それを思った時に真水の消費量を格段に減らせる建築材料っていうのはすごく興味があったんです。可視化されてたりとか体感できてる方がいいと思うので、はい、大阪湾の夢洲の前の海水で作ってるんですよ。お、もう目の前の水なんですか。そうです。だから あの建物の何割かは大阪湾なんですね。なるほど。大阪湾があの形を取ってるみたいな。はあ、うん。そのとてもすごいことがどれほどすごいかっていうのが実感があると、はい、生きてて結構面白いと思うんですよね。あ
宇宙飛行士の人が宇宙に行って視点が変わるって話よくされるんですけども、はい、それに近い体験ができるのが宇宙の窓っていう展示で、そこではもう4メートル四方ぐらいの大型 LED、はい、でもまあ大型としてもその辺の LED ってあるよねと思われると思うんですけども、現代では一番細かいドットで、かつそこに 22K の映像で地球が映るんですけども、動画で22K タイムラプスの動画で 22K で映ると、もう一斉に細かな点のような雲が湧いては消えて流れていくのが同時進行で全部動く、はい、このとんでもない星に住んでるなみたいな感じが実写なのに伝わってくるっていう、それはこの大阪の会場に来ていただければ、はい、もうちっちゃなモニターで見ても何にも分かんないんですよね。あ、まあ、よくあれ地球の写真じゃんとか思うんだけど、でっかいので見ると、はい、まあ宇宙に行ったぐらいの感覚味わえるんじゃないかなと思うし、今のデジタル技術とかいろんな技術を使ってその流れとして変形変容の姿として表現できる、そんなことを目指してますよね。ということで河森正一さんの、ね、インタビューの模様を一部お聞きいただきました。すごく面白そうに聞こえてましたね。ねえ、22K の映像。ちょっと期待してしまうような。だな、もうなんか 22K でこうずっとこう宇宙から見たその地球の姿ってのを見てると飽きないんだっていうふうにね、亀井さんおっしゃってましたよ。なんか万博っていうとさ、こうメディアではさ、ネガティブな情報ばっかりしか出てこないけど、これはなんか楽しそうだね。そうね、こういうこうシグニチャーパビリオンがいくつも立つとこういうことでありまして、うん、まあ結構このねプロデューサーされてらっしゃる方もなんか尖った人が多いんだと、うん、でとりあえずこう百花聡明みたいなことになるらしいんですよ、会議をやると。で最低限みんな自由にやろうねっていうところだけは、共通で認識を持ったっていうふうにおっしゃったんで、まあどういうものが出てくるのかっていうのね、はい、落合陽一さんとか、はい、福岡さん、福岡生物学。生物学の。はい、はいはいはい。とか、結構ね、いろいろ尖った、パビリオンができるらしいということでありますが、最後にですね、マクロスアクエリオンを見ていた方も含めて改めて、大阪・関西万博の見どころを伺いました。まあ、本当にマクロスとかアクエリオンを見てた方たちに対してだと、まずそのマクロスの中ですごく驚いたりとか感動した時にデカルチャーって言葉があるんですけどもまあ今回はその命が合体して変形してその無限に変容しながらつながり合ってその脈々じゃないけど脈動している姿、それを体感していただけるような超軸シアターをはじめ超デカルチャーな展示を作っておりますんで、ぜひ来ていただきたいですし、その大阪万博の魅力っていうのは今ね、こんだけスマホとかで情報とかがいっぱいやり取りできるんで、わざわざなんで作ってるのか、なんで行くのかとかっていろんな話もあると思うんですけども、はい、いや、それはそうじゃなくて、来てもらうだけのものを作りますから来てくださいっていうやつですよね。来ないと体験できないものを作ってますんでと。大きくね、はい、万博がどうこうっていうよりも、その中で何が語られるかとか、どんな体験ができるかに興味を持っていただけると、すごく楽しめるんじゃないかなと思いますよね。ということで、まあ、何ができるのかっていうのはね、まだあと半年ぐらいありますんで、こっから、いろいろ詰めていく。まあ、少なくとも出し物に関しては、刮目して待て、はい、刮目して待て。いやね、先ほど申し上げた、生物学者、福岡伸一さん、はい、他にも小山君藤さんであるとかね、はい、川瀬直美さんなどなど、はい、様々な方が、プロデューサーとして手掛けているということであります。改めてですね、後日、ポッドキャストで、ロングインタビューをお送りしようと思っております。アテンダントユニフォーム制服のデザインの話などもね伺っております。さあ OK 工事アップでは明日以降も大阪関西万博を特集してまいります。明日水曜日は、シグニチャープロジェクト命を高めるのプロデューサーとしてシグニチャーパビリオン命の遊び場クラゲ館を手掛ける、中島幸子さんにお話を伺った、その模様をお送りいたします。